こんにちは、パニックセブンの遠山金太郎です。漫画の描きすぎでおかしくなってきました、村上です。漫画の手伝いばかりやらされてスロうちに行けません、嫁です。毎日働きもしないでスロばかり打っている夫婦がいるって言うから漫画にしようと思って読んだのに、頭おかしくなってくるとは何事ですか。漫画がこんなに大変なものだとは知りませんでした。僕たちを自然に返してください、神様。ホールに返したら絶滅するでしょ、あなたら。負けすぎで。まったく。そんな時にはこれですよ。読者の皆様からいただいたおはがきを見て元気を出しましょう。僕たちがうまいと思った話にはこのお箸をあげさせてもらいます。好評だった話にはよりたくさんのお箸が上がります。ご注文は？バチェバの確定ネオビタで。意味わかりません。大丈夫かなこの人ら。愛知県ねじり飴さんのパチスロであったちょっとうまい話。ハイビの島で、ポロキン。いら、落ちたコインを拾おうとしたらレバーに接触。へこポワン。ハイビスカスが点灯してました。10連チャンしてニッコニコ。んうーん、転倒の瞬間を見逃したのは悔しい気もしますが、その後いっぱいペカったんだからよしとしましょうよ。ちなみに私はハマってる時はレバーを下から叩いたり、大勝ちしてる人をチラ見して同じタイミングで叩いたりしています。そんなことばっか言ってないで、解析とか設定判別とか勉強してくれよ。だから負けるんだお前は。長野県パチプーさんのパチスロであったちょっとうまい話。花火百景でザバーピロリロリロリロピコ。9800枚出た。パツンパツン。うまい。外し DDT、 よく頑張った。 A タイプの長時間勝負はほんと疲れますからね。飽きるし。勝ってんだからいいじゃん。頑張ったとか疲れるとかって何？さらに次の日、ピスピスピス。花火百景でガララ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 ラザラララララララピロリ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 ロピコ。2日続けて満枚に届かず。時やめときゃよかった。こんなチャンスめったにないのに。2時間ほど前にピークがあり、その時は万枚超えてたそうです。悔しいんだけど、勝ってるがゆえに誰にも文句を言えないこの辛さ、わかります？わかんねえよ。私の収支は2ヶ月続けて100万枚。それは嫌。東京都グランドオープンさんのパチスロであったちょっとうまい話。アラジンエースで隣のおばちゃんがアラちゃんに入ったが、難しいわね。どこ押せばいいのかしら。簡単だよおばちゃん。この画面のナビ通りに押していけばいいだけ。やっぱりよくわからないからこの台お兄さんにあげるわ。グラ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 。両親が勝ちました。カコンポリポリ。あのねおばちゃん、
このアラちゃんっていうのはね、1日で100万円出たこともあるっていうありがたいものなんだよ。なんだったら僕が押してあげるから、コインだけ持ってっちゃいなよ。あー、難しいからやっぱあげるわ。海行く。ちゃんと教えたからね。難しいからと言って譲ってくれた。後で恨まないでよ、絶対。53連スーパーアラちゃん3回18930枚出た。イエス。一度教えてるところが優しいですよね。いいなあ、18000枚。10日だったら36万か。ま、それっぽっちじゃ私の借金はびくともしないけどね。離婚したい。こんにちは、パニックセブンの遠山金太郎です。4ページ余ったとかで急遽出番をもらいました、村上です。背景真っ白とかひどい絵が多いんで4ページくらいがちょうどいいと思います。嫁です。それでは早速1通目のお便り。秋田県インテ R さんのパチスロであったちょっとうまい話。拾ったコイン3枚で1箱出して換金、逃げるように帰りました。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。スタタタタタタタ、けしからんですね。これは拾いコインはルール違反ですからね。その割にはお箸多いよね。うらやましい。東京都ジャックポッターさんのパチスロであったちょっとうまい話。この前私が見た話ですが、拾ったコイン3枚でアラちゃんに入り、むくむく5000枚ほど出して没収されたやつがいた。お客さん、ちょっと事務所まで。ああ、ごめんなさい、悪気はなかったんです。ほんとごめんなさい。もう少し早く没収してあげてもいいんじゃないかな。やはり拾いコインはいけませんね。なんでよ、負けてないだけいいじゃん。私は今日もカードが増えました。ドロジョで。次は7日発売の本誌でお会いしましょう。